どうも、エルザレットです。それではコントロールやっていきましょう。前回は浄化をしてっていう感じですね。まあ失敗終わった感じですけど、ちょっとポープと話してみますか。浄化できないわ。見たわ。やってみてよかった。ありがとう、ジェシー局長。なぜ私はここに？一か八かに。聞いて、実は捜査局は私の故郷であるオーディナリーで起こった17年前の事件に関与しているの。捜査局は来てその事件をお見受けしたわ。ずっとここを探していた。Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but...He's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. A few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Ah, so, yeah, ホットラインの話はしてたね。それはその銃と同じようなパワーオブジェクトで古いベイクライトの電話のこと。Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. But that's not me. いいことか。I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here?I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this.I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. この部屋に行く感じか。赤い電話ね。The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. ただまたここに戻ってくる感じか。アイテムゲットかな。ミッションと収集物、結構この収集物がね大量に出てくるんでね。まあまあちょっと進めていきますか。
場所としては上の方かな。ここみたいだね。アイテム。ハウスメモリー。この資産を開くってあるんだけど、この資産がさ、何なのかっていう感じもあるんだけどね。もう強化ができると。アストラルリロード。はあ、これで変えていく感じか。ヘルス、ブースト、回復。ヘルスが出る量か。回復量だね。開かない。これはなんか後半かな？もしかしてね。青いのは青いので気になるな。いきなりですか。さて、あと1枚は。いけるのかなと思ったらいけないですね。さあ、顎を思いっきり殴っていってね。さあ、アイテムを回収しつつ、特にアイテムが出るわけではないか。っていうわけではない。こっちだよな。2枚だけかな。おお、いたいた。この意外とマップに出てこないのがさ、マップがないからね。ミニマップがないのかな。そこは入れる。アイテムの確認だけちょっと先しとこう。こっち行けんのか。そしたら、めっちゃ話しかけてくるな。
弾薬粉砕ブースト、ここは宝物庫かな。宝物庫ってレベルではなかった。ダメか、ダメージ入る、めっちゃ早いね、ダメージの入りがね。まだいけないか。んじゃ、ここは？なんか落ちてる。ビスウェポンじゃ。まあやっぱ狩猟系か、ヒスバリアと。フィールドの話だね。不安定エリア通知。緑、黄色、赤、オレンジ、赤か。まあ、資料が落ちてただけか。確実にこっちで進むね。よしよし。そしたら、取れるアイテムは取っといて、こっちはいけない。さっきのところか。そしたら上から行こうかな。下からはね、狙われるだろうしね。Yes, it's overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. もう通れないところはああなるのか。てかライフの減り、ライフの減りがやべえな。じゃあここ行くしかないわけね。配達不能郵便物。文字の出方が独特だな、相変わらず。あそこ、ここは特に通れない。んじゃ、試しに。これは違う。ですよね。おお。危な。結構命中率っていう点では、いやまだいたな。よし、出たな。出たはいいが、どっちだ。待て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 、あれではない。
アーマー張ってるね。それはちょっと卑怯すぎないかい？感じ。マジか。わざとシールド剥いでっていう感じなのね。いや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 、マジか。もうそういう敵出てくるか。さあちょっとアイテム回収といこう。まあ軽く中没戦的な感じだったのかな。よし、じゃあ浄化といきますか。まあ超能力が使えるようになるはずなんだよね、クリアしていくとね。まあね、多分これだけじゃなくなるはず。コードか。We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. まあ力についての話かな、あの人はね、研究者の人は。これだけか。まあ、ここ開くんだろうな。じゃあ浄化といきますか。浄化完了。まあ、やっぱそこ通れるようになったね。浄化して至る所に高速移動ができると。まあその前に、収集できるものはしておいてだね。死んだ大統領たちと。この資料集めもあとなんか使うんだろうな。これは多分さっきのね。じゃあ完全に見なくても、あ、これで見返すことはできるわけか。これも操作いい。
歌う魚、セイレーンかな。さあ1階の資料はこんな感じで、ファストトラベルだけか。通信部屋、こっちだってるみたいと。上、いや、まっすぐ行く感じっぽいな。やっぱアイテム落ちてるね。敵ではないな。ちょっとね、アイテムが何かとちょこちょこ手に入ってるんで、ヘッドショットはちょっと積極的に狙っていこう。ヘルスの回復も増やしておこう、まあ、数はねそれなりに出てくれるからいいとして。いや、こんなまっすぐだったらさ出てきたね。めっちゃ投げてる投げられてたね。緑は味方だから撃つなってことかな。青緑は、おお、びっくりした。なんか声がするから後ろ見たら、しゃがみ撃ちはできないんだね。パワーオブジェクト到達して浄化せよ。いや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 、血がバレたら一気に攻撃される感じだね。オブダン、そっちはいける感じか。基本的に銃を構えた時はもうしゃがみ撃ちはできないんだね。がっつりそこの荷物を取っていけって感じか。ですよねいや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 、ダンボールは壊れるか。そりゃそうだよな。ちょっと待った、ちょっと待った。そこは特に何もなしか。予想通り。あれは痛いな、今のはな。しかも体力回復っていうものが今見る限りないんで、しかも今下から来てたな。ここはダッシュダッシュ走れ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 、危ない危ない危ない。いやー
やべえな。とりあえず近づけばいいんだ。あ、これあれじゃん、さっきのやつじゃん。なんかでも投げてきてたね、あのフロッピーディスク。核兵器は結合できると。投却燃力を取得するために信じる方法は我々に供給するのよ。あなたの声が聞こえてくる。まるでチャンネルが変えられてしまったようだ。ここではこのボードが結構早いんだよね。さあ L1 を流すとハイライトされ、R1 を離すと投却できる。投却、へえ。やばい、グラビティデイズや。あー、なんでもありっちゃありだな。これそのうちさ、1個じゃなくて2個3個持てるんじゃね。すげえ、グラビティデイズじゃん。あ、持てるものもちゃんとカーソル合わせてからだね。うい、おお、あれで、ちゃんと時間も決まってるという感じか。はめたが1個でいいって感じか。そうだね、赤いマークはもう出てこないし。いいね、投却いいね。まとめて倒すのにいいんじゃないか。まあそういう使い方もできると。ああ、じゃあこのスキルを伸ばすっていう方向もあるのかな、個人の成長の時にね。うい、いや今ちょっと待った、今敵を拾ってたな。強い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 、めっちゃ強いじゃん。そこにいるんだけどさ、綺麗に隠れててさ、ちっか、顔出せ顔。もうちょいもうちょい出してくれ、もうちょいね。くー、あったよしよし。そのさ、たまにさ、顔を覗かせる。あー、今やね、もう行こう。おい、ゼロ距離。掴んですぐ、もう敵に標準合わせるっていうのができればだいぶ強そうだね。これ、慣れてしまえば、銃使わずと思っていけるな。さあ、超常現象的パワーハウスと。There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This. さあ。いやー、切ってるじゃねーかい。なんか戦闘音っぽいなーと思ったら。マジか、待て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 。
待て待て待て、そのダメージは効いてない。痛い痛い痛い、そのダメージは痛い。さあ回復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 、そりゃ回復させてもらうと。で下にいるね。戦えるなら正面からの方がやっぱ楽か。で回ってきたら今のところ行ってっていう感じでいこう。おい、痛い痛い痛い。登ってきたね。さあまだいるね。いやほんとハードよ。おー痛い。いやいやいや、そうだねそうだね、爆発するよねそりゃね。いや痛かったわ。意外とあの超能力がね開かない。さあ意外とあれかな、どっちかっていうとあのヘルスのエネルギー上がるのいいな、ブーストで上げてもらった方がまだ良さそうだね。これは？そう。おお、今回は大丈夫だったね。よしよし。ドンと。さあ、資料もゲッツと。ブラックサムソン。さあ、さらに。こんな見晴らしいとさ、もう出てきますよ感がすごいよね。オープン。そしてゲッチ。このハウスメモリーとかがさ、何に使うのかはまだ分かんないんだよね。ああ、こっちに行く感じか。ってことは。そうだね。ここは通ってきた道。で、右は行き止まりの。こっちだね。絶対その先出てきそうだよね。いけない。あ、出てきます感がめっちゃある。お？いやーちょっと待った。マジか。違う、モンハンじゃない。今してるのはモンハンではない。びっくりした。まさかモンハンのアップデートが入ると思いませんかった。
あ、青ボスがいる。マジか。やばい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 、やばいね。到着した方が強いから。いや、意外と到着むずいぞ。にゃふー。よっしゃー。やばい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 、それはやばい、それはやばい、それはやばいって、それやばいやばいやばい、危ない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 、あの野郎。あぶな。いや、引いてことしてくんな。いや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 、マジか。いきなりそんな感じでボス戦っぽくなるか。いやいやいや。いやいやいや。いや、びっくりした。あとマシンガンは痛いね。さあ、でこの資料をね、多分ねゲットするためだけだと思うんだよね、マップ的に。そうだよね、しかも通れない行き止まりだね。さあ、いやー、ひどい目にあったー。入れない。4発ね。これはあんまり意味がない。さあ、このまま先行く感じか。びっくりした、動いた。いやいや、そんな急に動かれるとびっくりするよ。いやー、で、フロッピーディスクと。エピソード、あ、動画か。違うね。You're listening to America Overnight, mystifying the airwaves for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Go. Listening to America Overnight, mystifying the airwaves. さあ、これで OK かな。いやー、意外と。一つ一つがね。お、ラジオ。バイコンっぽいけどね。こんなもんか。だよね。閉じるだけだよね。まあ、休憩するときには閉めてっていう感じか。
Exactly. This must open the door. ウィリアムズ、クリシー・リーガン、ラジオかなんかかな。急に暗えな。ここも血まみれだったのはちょっと気になるな。あれ？やっぱそこか、ここか、入らないといけないの。あ、いた。お邪魔します。誰もいませんかね？いたね。おお、なんか気持ち悪いの出てきた。そういう展開ですか？腐敗した。のようですね。痛いね。マジか。雑魚も湧いてくるか。なるほど、一発でけえな。いや、一発が強いよ。そうか、防具があるってわけでもないからちょっと考えにはいかんね。物陰に隠れながらという感じか。ん？あ、マジで？そういう感じ？やり直しか。こっから、やり直しか。なるほどね。まあまあ、じゃあ、ちょっと時間も切りがいいんでね、今回ここまでにしましょう。まあ話は進めたし、次回はボスを倒すところからやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。